はい、どうも皆さん、こんにちは。セキロやっていきまーす。ということでね、今、パート2までは、なんか初日にやったんだけど、今回ちょっと動画のコメントを初めて見て、なんかあれでしたね。ついに、ターゲット、R3 ボタンを押せばターゲットできるよ、みたいな。なんかちょっとそこら辺覚えました、少しだけ。なんで、あ、ターゲット、あ、これだ！ターゲットした、今。これでしょ？こうやると、やりやすいらしいっていうのを覚えたりしたんで、ちょっと今回は探索をしたい。結構なんかアイテムとかも取り逃してるらしいんで、少しだけ探索を重ねてアイテムを掘りたいなというふうに思っております。ほうほう、あ、あるわ。やっぱ早速あるわ。よいしょ。 ちょっと操作になれるという意味も込めて。あ、いた。おい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 しょ。あれ？よいしょ。あれ？よいしょ。よいしょ。よいしょ。操作にも慣れてこう。握り牌ね。よいしょ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 。アイテムをこう、丸薬とかも取って。おら！おら！おら！よし。で、とりあえず。アイテム吸収して。お、5号の飴、一時物理攻撃による HP ダメージを軽減する。へえ、すごい。こんないいアイテムがあってよろしいのか。おっと、おいしょ。お金落とさないな、獣は。ここら辺とかあるな。ここら辺あるんじゃない。なんだ？ここら辺絶対あるっしょ。俺はわかる。俺には理解。よいしょ。あれ？どうやって登ればいいんだろう。あ、ここだ。よいしょ。これな。で、こことか絶対アイテムあると思うんだよね。よいしょ。はいよー。そして、おい。 結構隠密大事ね。ここら辺の探索しっかりしてこう。お、落ちてる落ちてる。陶片いいねー。ほっ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 。 ちょっとなんかもう普通に戦っちゃってるよ。普通に戦っちゃってる。うわー、ほっ、なんだ、砲台をこう打ってくる。ああ、そこか。なんか前やられたんだよな。お前だったのか。お前だったのか。ああ、なんか大砲撃たれてんなと思ったんだけど。黒色、煙章。ごめん、読めない。火薬の元となる黒い、術にまつわる強化技種忍具を作成する。お、これは忍具なのか？新たなる。大砲の謎が解けたな。ん？あ、あそことかなんかあるじゃん。明らかに。おほほー。あ、こういうところね。こういうところ大事にしてこう。しなよせの巫舞風船。おお。一時的にアイテムの入手確率上昇。ええー、こんなの。しなよせの巫舞風船。あ、ここら辺はラッキーな感じの、あれなんですね。上登ってと。基本上からだな。お！そう。俺さ、赤鬼、お、おお、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 俺赤鬼倒した後にさ、なんかちょっと他の人の動画とか見てみたらさ、ここに、あそこは赤鬼じゃん。ここにさ、鬼物がいたんだよね。ここに鬼物いたのさ、初めて知ってさ、へえと思って、ここ俺知らんかったんかっていう感じだったんだけど。知ってしまいましたね。まあでもここで鬼物見出せたのはかなり厚めですな。オッケーオッケー。で、こことかも結構あさってないんで、なんかいるね。ちょっと待って。なんかいる。あれ。あれなんか危険な匂いがするね。お、あ、NPC だ。見覚
覚えのある顔だ。ああ、うん、忍びの旦那だ。知ってんの？あの用途は。あの用途は何だ。ああ、うん、へえ、なるほど、覚えてねえと、うん、なあ旦那、あっしはあんたに会ったことがある、はい、その頃は賊をやってやした。それから足を洗って物売りを始めたんでさ。おが銭がない。銭がないから品もない。そこで旦那、あっしにチートばかし銭を用立てていただけやせんか。それを元手に旦那にもきっと役立つ品をし、投資をしろということだよね。それからおまけにあの世のこと話して差し上げましょう。どうです、悪い話じゃねえでしょ。しっかりしてんね。重戦を払って情報を書く。ゼニだ、ゼニだ。旦那ありがてえ。話してくれ。ああもちろんでさ、あの世あっしらは平田の屋敷に押し入りやした。平田はご存知の通り芦名の分家、ちんけな野党なんざ普通は返り討ちですけど、先だっての戦の折だ、若い侍はほとんど出払ってたんでさ、そこを狙って押し入りやして、そんで火をつけ奪った。その最中でさ、旦那と会ったのは。旦那は何かを探してた、そんな風に見えやしたね。主とかな。足が知ってるのはそんな。何を探してたんだ。そうか、謎が深まるね、このゲーム。あの世もちょうどそんな顔してやした。今も何かをお探しで。ねえ旦那、お題さえいただけりゃ他にも知りたいことをお教えできるかもしれやせん。ちゃっかりしすぎやな。ぜひ情報を買ってください。らしいね。らしいキャラだな。情報買いましょう。買います、買います。情報を買おう。お買い上げありがとうございやす。ああ、なんたって旦那は忍びでさ、忍びの道具の情報を教えて差し上げやしょう。頼む。あっし、すげえ勢いで火が出る筒を見かけたことがありやす。これか。平田屋敷の押し入りの時。こういうことね。赤鬼にこれを使うんだ。なるほどなるほど。手な調子で、すげえ勢いで火を吹いてやしたよ。これか。火が出る筒の各所、穴山の書いたボロボロの各所、書いてから数年は経っていそうなもの、売れそうな情報、その36、平田屋敷の押し入りの時、すげえ勢いで火が出る筒を見かけた、酒盛り焚き火の火もぼうぼう、きっと忍びの道具。火の出る筒が平田屋敷に。平田屋敷、覚えておこう。平田屋敷に行くことになるか。いただいた銭を元手に品を仕入れてきやす、はい、旦那楽しみにしていてください。ういっす。はあ、こうやって情報やってるともうちょっと効率よくできたりするっていう話なんだ。これも平田のものだ。懺悔。弔ってやらねば。苦労さま。エマド、平田から逃れてきたもの、他にはもうほとんど残っておりません。そうですか。すまぬ。流人を狙う者は絶えぬ。平田の者たちを。私が巻き込んでしまった。おいしょ、おいしょ、おいしょ。銭寄せの身分風船、一時的に銭の入手量が増加する。ああ、金稼ぎ系のあれがあるんだ。なんかやっぱいろいろアイテムがあるんすね。よいしょ。じゃあちょっと行くか。よいしょ。こっちから行くわ。しゃがんで。これどうしようね。これだってあっちから行ったら重税にバレるんでしょ。でも重税にバレた方が楽だよな。こっちから行こうぜ。もうさっさとサクサク行こうよ。バレていいや。速攻で行くわ。速攻かけるわ。
オッケーオッケーオッケー、やり合おう。おいまずお前からからのネクスト、次は10万を倒し、オッケーオッケー、で一人ずつ行こう。よいしょ、オッケーオッケー、よいしょ、オッケーオッケー、一人ずつ倒していく。よいしょ、よいしょ、で HP 回復と。オッケー、あれバレてなくない？いやバレてないわチャンス、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 行こう、これいけるわ、行きまーす。よいしょ、おい侍大将山内範義、どこだお前、お前か。オッケーオッケー、まずい、うそー、くそ、銃はずるいぞ。よし、オッケーオッケー、うわー、あー、もう少し周りを倒せば。でも今いけたな、侍大将も忍殺だな、初手忍殺。オッケーオッケーオッケーなるほど、オッケー、学んだね。じゃあまずここからサクッと入ってって、よいしょ、ここからサクッと入って、よいしょ、でよいしょ、鳴らされる前にやって、銃を撃ったところでオッケー、踏み込んで、よいしょ、一人ここで、あ、これまずいなこれまずいな、二人はちょっとまずいな。よいしょ、よし、よいしょ、逃げろ、これは無理だ、これは無理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 、よいしょ、大将も来てる、大将も、よしよしよし、大将も来てるから無理だ、うん、よし、再チャレンジ。で、後ろから入って、よいしょ、一人で下がって、銃をもう撃つのを待って、よいしょ、おいよ、おいよ、二人目、オッケーオッケー、あ、これ逃げようダメな時は逃げると、こうやってね。そして、そしてまだ終わらんよ、まだ終わらん、俺は俺は左翼から攻める。ここで、ここで左から攻め、相手をかく乱していくスタイル。おっと、なんかあっちにいるな、あっちにいるってことはもう今のうちにここで鉄くずをゲットで取って、よいしょ、待ってこい、おらおらおら、よし逃げろ逃げろ逃げろ、こういう時は無理、無理をしない。侍大将はそこにいるのか、だから次の印刷は、あ、でも次に、次に印刷決めれるじゃんな、こうやって、ほら次に印刷決めれる、ほらこうやって一人ずつこれで一人ずつ削ってこうぜな、あこうやって、見られちゃうな、こうやってとりあえず潜んで、潜んで潜んで潜むよ。結構今警戒度が高まってる状態ってことだよな、これ。しゃがんで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 
いくよ。ドゥルル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 ル。あっ。うい、よいしょ。で、もう一度やり合おう。おい、ほい、ほい。おし。侍大将いるね。侍大将いるけど、無視。これで、よいしょ。で、重兵を倒す。ほんで、こっち行く。ほい、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 ほい。よいしょ、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 よいしょ。で、倒して、まだいるね。よし。引こう。そんで引く。この、これの、これが忍びの極意。これ忍びの極意じゃない？さて、どこにいるのやら。なんか待ってんね。何か待ってんね。よいしょ。よいしょ。そんな時はここから裏取って取りすで、これでこれ侍大将いなくない？いた。やり合おう。はい。これで、これで邪魔はない。さあ、やろうじゃないの。よいしょ。よいしょ。うそ。ちょっと待って、回復。回復決めて、よいしょ。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 うそ。結構このゲーム、単性だよな。うわ強っ。よいしょ、よいしょ。おい、避けて、よいしょ、よいしょ。大冗談は回避。よいしょ。ここで攻撃、攻撃、攻撃。おい、おい、おい、おい。うわー、いやー、むずい。でも今のいけた感じだな。あ、回線、回線あった。よいしょ。よいしょ、とどめ、押し切れ、大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫だ。よいしょ、ほら、攻撃、崩されて、攻めろ、ダメだ、勝てん、それは、よし。数珠玉ゲット、オッケー。